どんなところにでも想像する種っていうのが潜んでいるっていうことを、まあ、発見してもらうっていうことですね。まあ、皆さんには当日、佐賀城のところでですね、あの石ころを拾ってきてもらって、イメージといいますか、そこ、想像といいますか、そういうものを一つの石からを描くことで体験してもらって、想像の源のような想像の方法を少しでも体験してもらえたらなっていうふうに思ってます。講義のタイトルは創造学佐賀石ころ私。今回21世紀の犯行を行動館2において10月9日にですね、あの佐賀城本丸歴史館において講師をします。みんなで面白い授業を作っていきたいと思ってますので、どしどし応募してください。皆さんからの申し込み待ってます。